なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラを手に入れることができて。キュービチャクラをものにできたことも、確かに嬉しいことだろうけど。それより、母親に会えたことが、ナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。よ、キュービチャクラはどんなもんだい？使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは、俺の中の別の場所にとってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して、俺の力にする。ん？こんな感じでな。これが、キュービのおかげで急激パワーアップ！イエー！何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか。感じるんだな、別の存在。それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこうモヤモヤした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は、暁のサメ野郎！なぜだ？あの時お前は確実に俺が倒したはずだ。あなたと戦っている最中、隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ。本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった。何？霧隠れの術！ハチビ、あなたのそばにいたおかげで忍び連合の情報を随分と集めることができました。感謝しますよ。あいつ、情報を持って逃げるつもりか。逃がさない。いよ、ここが真実の滝か。話によると、ここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですね。どうです、ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなことよりナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん？何よ、俺は怖がっているとでも？ノープロブレーム。そこまで言うなら見せてやる。何者も恐れぬ強靭な精神。え？なんだこいつは。え？こんな変な奴が俺の真実の姿なんだ。違います、よく見てください。そいつは暁です。確か名前は星垣貴様。星垣貴様。まさかこんなところであなたに会えるなんてね、珍獣。うん、このサメ顔、どこかで。そんなことより、そこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。暁のお前がここで何をやっている。それをあなたに教えるとでも。いずれにせよ、お前を逃がすわけにはいかん。いいでしょう、あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど、相当できるようだな。だが、青い猛獣、サメごときに決して遅れは取らんぞ。戦闘開始！ダッシュ！お前、ここかけるぞ。まったく、なんと強力のない方でしょうか。そしてあなたと戦うのは3度目なんですがね。ダッシュ！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 ダッシュ
信じる。マダミはやはり別人のデジモン。地球ごとくがやりますぜ。これは青い文字だ。俺を止めることはできない。いいでしょう。私の力であなたを止めて差し上げます。このまま勝負を決めるぞ。そうはいきません。私にはやるべきことがあるんだぞ。補充の牙からは逃れられんぞ。第六拳王カイ。勝負あり。サメの牙では猛獣を食らうことはできん。覚えておけ。終わりだ。俺の勝ちだ。まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは三度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。激前先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのまま奴を捕らえてください。その後、俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、ここの情報だけは。危なかったってばよ。最後の悪あがきってやつか。これで私の役目は終わりですかね、イタチさん。今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀な七人衆の一人、星垣キサメ。以後お見知りおきよ、ウチハイタチさん。あなたの噂は聞いています。ウチハの同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にあるもの、あなたの気持ちはわかりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。ならあなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんな奴でも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのはわからないものだ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか。イタチさん、どうやら私はろくでもない人間。まだ何かするつもりか。みんな注意しろ。でもなかったよ。自爆。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。
イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。